どうも、愛嬌です。今日はですね、ワークマンのバイク用のテントを試し張りしてみようと思います。今日のロケはですね、元メガネの記事と動画用に行っております。今日今乗ってるのはですね、スズキの SV650X、 このバイクにですね、ワークマンのテントギアを積載して走ってます。シートバッグを使って積んでるんですけれども、シートバッグはタナックスのキャンプテーブルシートバッグです。で、 SV650 への取り付けに関しては、前側は全然ストラップつけれたんですけど、後ろ側は引っ張るところがなかったので、同じくタナックスさんのナンバーの裏につけるステイをですね、追加してこのシートバッグをつけてます。で、このワークマンのテントですね、比較的コンパクトです。なんでシートバッグの中に、このテントの他にですね、ついでにちょっとコーヒーでも飲んで帰ってこようかなと思って、コーヒーツーリング用の機材とかも入れてるんですけど、まあ、全部もろもろ入れても容量の半分ぐらいっていう感じなので、一泊キャンプ用の機材なんかも全然この45リットルのキャンプテーブルシートバッグに余裕で収まりそうだなっていう感じがしています。では、この後ですね、河原まで走って試し張りをしてみたいと思います。一旦河原までワープします。河原に着いたので中身を出してみました。こちらが袋ですね。で、こちらが本体になるんですけど、全部ひとまとめになってね、こんな感じで紐で結ばれてますね。この紐なくしそうですね。ちょっと中身を確認したいと思います。では中身を確認していきたいと思います。こちらがフライシートですね。で、こちらが本体、ピンペグに、こちらがフレームになりますね。ショックコードでつながっているので組み立ては簡単そうですね。それでは実際に組み立てていきたいと思います。それでは僕が設営している動画を見ていただきながら、まあ、設営して気がついたポイントとかですね、あとこのテントのスペックとか少し解説していきたいと思います。このテント二重構造のいわゆるダブルウォールテントなので、一般的には収納時に大きくなるとか設営の手間が増えるっていうふうに言われています。ただ収納時の大きさっていうのはもうすでに解説したようにすごくコンパクトです。フライシートの耐水圧は 2000mm、 フロアシートは 3000mm となっています。一般的な傘の耐水圧が 500mm 程度と言われているので、よっぽどの豪雨でなければ浸水することはなさそうです。このテントの設営手順としては7つの手順となります。1つ目がテント本体を広げる、2つ目がポールを組み立てる、3つ目がポールをテント四隅に差し込む、4つ目がテントをポールに吊り下げる、5つ目がテント四隅をペグ打ちする、6つ目がフライシートをかける、7つ目がフライシートをペグ打ちするといったところです。吊り下げ式のテントはすごく設営が簡単なんですけど、さらに初心者でも分かりやすい工夫がされていました。テントは入り口が1箇所なので、前後で若干形状が異なります。ポールを差し込むときに、ポールの差し込む位置っていうのが決まってるんですけど、ポールとストラップの色が同じようにすれば間違えることがありません。さらにフライシートも同様です。本体とフライシートはバックルで固定なんですけど、こちらも色を合わせるようにすれば入り口が必然的に本体と重なるようにできています。今回設営する様子をずっと動画で撮影してたんですけれども、設営のタイムは9分20秒かかっていました。慣れればさらに短縮することも可能です。まあ、立ててみて初めに気になったところはこれですね。こう通気ができるように一応なってるんですけど、ここはちょっとファスナーとかにした方がいいんじゃないかなと個人的には思いましたね。これで一応絞って締めれるようにはなってるんですけど、ちょっとここは気になりましたね。テントのセットペグはしょうがないのかもしれないですけど、これピンペグ、これがねちょっとやっぱ弱そうですよね。今回試し張りしたところは地面が柔らかかったんで割と簡単に入ったんですけど、このペグはねちょっと地面を選ぶかなっていう気がしますね。ただ大体テントのセットのペグってまあ弱いので、何回かキャンプ行くとね、皆さん大体ペグは買い直すと思うんですよね。ちょっとこれはね弱いなっていうのは正直気になりました。さらに細かく見ていこうと思います。まず前室、
前室はまあまあ広いですね。ライディングブーツとかあったら 2,3 足は置けちゃいそうな感じです。フライシートはこういう風に左右からファスナーで開けれるようになってるんですけど、これ別売りのポールとかで立てちゃえばね、かなり広いスペースができそうですね。チェアとテーブルぐらいは置けそうなので、ちょっとこれはオプションでポールとか買った方がキャンツーが快適になる気がしますね。中に入ってみました。フライシートはねこんな感じで上の方に固定して開けとくことができます。で、こちら入り口なんですけど、これはメッシュと普通のこの本体生地の2層になってますね。で、外側の方はこんな感じでね固定しておくことができるので、メッシュだけ閉めとくってこともできますね。虫が入ってこないようにねするのにこれは結構便利な気がします。で、中の広さなんですけど、これね意外と広いですよ。今このシートバッグとヘルメットを中に入れてみたんですけど、その横にね十分に寝ることができます。これ一人用と言いつつですね、頑張れば大人2人寝れる広さなんじゃないかと思います。で、中の上の部分ですね、ここにランタンのフックがありますね。寝るときとかここにかけとくといいんじゃないでしょうか。で、小物入れ的な役割なんですかね、ここの部分にちょっと小物入れみたいなところがあるので、まあ、ここに携帯電話入れたりとかねしてもいいかもしれないですね。この後ろの部分は本体メッシュになってるんですけど、これフライシートのところにね通気がないのでメッシュになってるんですけど、どうせだったらフライシートの方もなんかファスナーをつけるなりなんなりしてくれるともうちょっとね通気性が良くなるのかなとは思うんですよね。ちょっとこの点はもったいないかな。はい、というわけで今回はワークマンのキャンプツーリング用のテントを試してみました。今回のテントおすすめするユーザー層としては、これからキャンプツーリングもしくはソロツーリングを始めるという方が一番初めに買うテントとしては最適な一つじゃないかなと思いました。理由としてはまずお値段がまず安いですよね。正直キャンプツーリング始めるために買ってみたはいいんだけれども、いまいちちょっと自分には合わなかったという可能性もないわけじゃないですよね。その時にあんまり高いテント買ってしまうと無駄になってしまうこともあるので、まあ、初めに買うテントの金額としてはですね妥当な金額なんじゃないかなと思いました。それと設営がめちゃくちゃしやすいです。今回僕はちょっと説明書とかも何も読まない状態で設営してみたんですけれども、すごく分かりやすいので立てられないっていうことがないんじゃないかと思うんですよね。僕久しぶりにファミリーキャンプに行った時に説明書をね一生懸命読みながら立てて結構時間かかった記憶があるんですけど、今回のテントに関しては説明書を読まなくてもなんとなくで立てられちゃったんですよね。ペグがちょっとしょぼいとかね、ちょっと自在金具はもうちょっと金属製のしっかりしたやつがいいなとか、通気性はもうちょっとなんとかしたいとかね、いろいろまあ要望的な部分はあるにはあるんですけれども、まあ、そんなん全部叶えてったらね余裕で1万円超えてっちゃうと思いますんで、もう本当にねエントリー向けの安いテントとしてはこれ以上ない性能なんじゃないかなと僕は感じました。今回の動画が少しでも参考になったという方はぜひチャンネル登録や高評価をお願いいたします。また別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。